スマヒロミのシングソング作題の風に舞い上がる白髪の花ダメダメそんなに涙止めどなく流れてもダメダメ飛び立てばいいさスワヒロミのスイングソング桜井。この時間は登山電車で行く絶景露天風呂の宿小諸菱野温泉常盤館と浅間山麓多肉植物のパラダイス金玉園の提供でお送りします。今日も元気にスワヒロミさんです。よろしくお願いします。おはようございます、スワヒロミです。さあスワさん、今日はスロースタートのワークモリでございますよ。はい、ですね。哲郎さんと朝の一声も違いますよね。はい、うん、え、何が朝の一声。え、朝の一声うん、なんとなく、ここ喋ってる感じが、あの、ディズニーな感じがして。ディズニー。まあ、いわゆるあの、オフからなかなかオンにならないっていう。ね、そういうことですか。うん、嘘じゃなくて、ディズニーに行ってくると、なんか感化されません？ディズニーに感化される、うん、ないですか？それなんかあの切り替えができないというか、あ、もう全然切り替えできない。全然できないよね。あの花火ドーンドーンってこうね、こう、わー花火綺麗だなとかね。それってほらなかなかね、あの切り替えろって言っても難しいじゃないですか。え、うん、ね、楽しく花火行きましょう。昨日の今頃はファーストパス取りにね、走ったなって、あの、うん、熊野プーさんに向けて走ってたかなとかね。ハニーハント、ハニーハント、あれすごかったよ昨日。なんか混んでました。もう混みまくりでクリスマス、うん、もうね身動き取れないみたいな。普段だったらだってね、自分でもですよ、うん、大体10時台のファーストパスを取れるわけですよ。はい、ね、こんな足でも、うん、でもね昨日なんかね、うん、どんなに走っても前に人がいるから、うん、走っちゃいけないからね、大体そのね、今浮かずに走ってっつって、いや早歩きですよ皆さん、早歩きでございますね。走っちゃいけないんですね。いますよ、ドントランって書いてあるじゃないですか。走るな、そうでしたっけ、お兄さん走らないで、走らないでください、走らないでください言われる。じゃあ廊下と同じですね。もう廊下走るなですね。行くとでもやっぱり11時45分ぐらいでしたもんね。うん、プーさんがね、プーさんね、うん、さんね、はい、まあでも気持ち切り替えていきましょう。もう現実世界に皆さん戻ってますよ。そうなんですか。いやそりゃそうでしょう。もう花火打ち、どんなに打ち上がったってね、はい、戻るんですね。もうクリスマスパレードがこう華やかでね、素晴らしかったとかね、うん、アナ雪がこんなに登場してるのかと、おもうね、エルサとアナがこんなに登場してるのか、ね、思っても、うん、思っても好きですけどね、私はね。何が好きですか。オルザ、あ、ね、あ、オラフだった。オラフが好きですけど、ね、私はね、はい、ステッチも頑張ってましたよ。そんな感じで、はい、もうね、はい、皆さんもぜひクリスマスディズニー最高でございますから、最高、行っていただきたいと思います。あの泊まったホテルはね、あそこにも書いておいたんだけど、北海道フェアやってまして、ね、二度美味しいと思いません？ディズニーで美味しくで、北海道フェアで美味しい。握り寿司がこれタダなんですよ。ただ、あ、まあ、ただってもちろん金払ってますよ。食べ放題。どんなにやっても。美味しかったですか？いやもう最高でしたね。哲郎さん今なんかとうとう握ってるんですけど、あの哲郎さん握ったら美味しそうな、お寿司美味しそうな感じですよね、なんかね。素晴らしかったです。はい。はい、ということで皆さんの週末報告ですね。こんな浮かれ気味だからメッセージがね、今少ないんじゃないですか。そうですか。スロースタートなんじゃないかって思っておりますけど、すいません、本当に皆さん。寒いからですよ。ね、ヒロミさんのリクエストもね、全然、スロースタートでございますから。そうですね。どんどん皆さん送ってくださいよ。はい。スワヒロミのスイングソング作題でございますからね、はい、生歌で、そういうヒロミさんはどうだったんですか、週末は。週末っていうか、うん、1週間、週間、まあ、私は1週間ですけど、うんうん、食べ物つながりですけど、はいはい、何でしょうかなと思ったんですけど、食べ物つながりで、あれを食べたんです。何ですか。船寿司。あ、船寿司いいじゃないですか、はい、船寿司。うん、ないないない。美味しさがよく分からなくて。え、船寿司の、うん、あ、なんかこうちょっと苦味があるじゃないですか、船寿司で。苦味がよく分かんない。甘みと苦味じゃない。酸味、うん、みた
いな。あ、酸味か。あ、発酵食品ですよね。あ、ごめん、僕船子寿司かと思っちゃってた。船子寿司。船寿司。船子が大量に乗ってる寿司なのかな。ああ、違うか。船寿司、あの。あ、船寿司か。琵琶湖の辺のあっちの名産の、そうなんですか、匂いのある、結構きつい発酵食品で、そのうまさがこうよくわからないんですけど、あの何回か食べさせてもらったことあるんですよ、宮城にいただいたりとかして、で、先日あの父が同級生をこちらから長野県からお嫁に行った同級生の方が、最初は臭くって食べられなかったんです、やっぱり、お嫁に行った当初は、で全然私食べられなかったんだけど、今じゃ大好物なのよ、ぜひ食べてみてってなるほど。で、持ってこられた。いやいやいや、送ってくださったんですよ。送ってくれた。送ってくれた時に、そう、それで電話をかけてくださって、で、あのね、ちょっとね、癖がある匂いなのよ、だからね、捨てちゃうといけないと思ったから、あらかじめ電話をしておくのよ、あれは腐っていないから捨てないでねって言って電話をくれたんですよ、父に。で、父が、いや俺はそれを食べる自信がないって言って、お、一緒に食べようって言って持ってきて、優しいな、お父さん。ギャーギャー言いながら食べたんですよ。わーとか言いながら、この匂いはすごいとか。あの、ご飯の上に、なんか船寿司って、だから船ですか、あれ船なんですか、ちっちゃい船、大きい船、ちっちゃい船、ちっちゃい船だと思う、すみません、調べないで喋ってすみませんね、調べれば分かるんですけど、あの関西圏の方ぜひ情報お待ちしてますからリアルタイム情報待ってますからね船寿司ってはこういうもんだって、そのね、いろんなのを食べさせてもらったことがあるんですけど、思うに、あの、安曇野のわさびと同じかなと思うんですよ。え、なに、安曇野のわさびってそんなに違和感ありました？違う違う違う、その何ですか、ほら、スーパーでもわさび売ってるじゃないですか、だけどわさび屋さんに行くと、なんかこう箱に入って売ってるのがあるんですよ。箱に詰めてくれるんですよ、わさび漬けをちゃんと、あの、こう真空包装じゃなくて、個包装じゃなくて、なんかこう、なんていうんですか、こう手作り感みたいな感じ でそのあのこう霧っぽい箱に入ってくるまれた手作り感で、あの出してきました感があって、いろんな船寿司があるんですけど、夏作って冬食べるやつですよっていうので食べさせてもらったんです。強烈で、なんかこう、いや、そんだけ強烈ったら食べてみたいだね船寿司。え、なに、そんなに大変なの大変なの、そんなに匂いが大変 でこれはお腹にきっといいんだろうなとか、あの酸っぱくなったお葉漬け、酸っぱくなった野沢菜漬けを連想させるような、あ、嘘で、味は何、ちゃんとあの船の味なの？いや、強烈です食べたことないです。酸っぱ、なんかね、記憶にないな。ないですか？体験したいですか？え、それ体験したいです。わかりました、ちょっと後で相談しましょうって。なになに、そんなに大量にあるの？いや、ないですけど、ないですけど、ちょっと、あ、そうなんですよ。はい、船寿司の、そんなんだったら生体験しましょうよ。そうですか、じゃあちょっと今持ってるんですけどね、今日様の。え、嘘、本当に？そう、持ってきてください、大丈夫か、次だ、鈴木香織さん大丈夫か、11時に。あの、開けてれば大丈夫。そんなにね、いや、後に引くものじゃないんですけれども、でも。はい、それすぐ食べられるの？食べられます。じゃあ、あの、エンディングで食べてみます。まあ、ヒロミさんがガツンってやつ、マイクがすごい接触でガチガチってやつ。すいません、そうですね。食べてみましょう、それ。ちょっとヒロミさん準備が整って。じゃあ、リポートでね。うん、まあいいよ、後でもいい。なんちゅう話になってるんでしょうね。そんなにすごい。でもそんなこと言ったってね、もうあれだ、近畿圏の人にとってみればもうね、ソウルフードかもしれないでしょ。多分ね、だからあのどこか他の土地に行って食べられないものがあったんだけれども、それがその土地でそこで生活するうちに食べられるようになったとか、そういう世界なのかなと思って、一口食べて二口目で味が変わるんですよ。なんか不思議な感じで、やっぱりそれで結構まあ食べましたけれども、なんて言うんだろう、あの、あ、これが大人の味かっていうみたいな。ないです、そういう体験って。だから、船寿司をあんまり食べた記憶がないからちょっと 言えないぐらい。じゃあちょっと機会があったらちょっと食べさせてくださいよ。そうですね、はい、わかりました。ちょっと食べてあのレポートしましょうよ。鈴木香織さん大丈夫か、わかんないけど。わかんないけど、でもそんなことだったら私たちだって蜂の子だって喜んで食べるし、ね、もうそういうのもいっぱい食べる。そう、それも、そうなんですよ。だからほら、田舎が食べられなかったけど食べれるようになったとか、そういう感じかなと思うんですけど、ね、そんな一週間でしたね。大騒ぎして楽しかったですね。気になるな、体が熱くなるとか言いながら食べました。どんなんだ、おなずして。わかんないな。まあちょっと関西圏、食べたことがある方、はい、大好きだっていう方のメッセージもお待ちしてる。ヒロミさんのリクエストとともに送ってくださいね。はい。それでは、このコーナー行きましょうか。はい。ときわかん情報。
はい、お願いします。はい、まずはトキワ館情報です。まず一つ目、クリスマスの連休とお正月明けがおすすめですよ、トキワ館、うん、ということで、温泉旅館でクリスマスというのはあまりイメージが合わないみたいで、12月の3週目のクリスマスにかかる3連休が案外空いています。案外空いてます、はい、軽井沢あたりのホテルは混雑しているんでしょうけれど、旅館は空いてます。なのでこの連休は結構狙い目なんです。いやでもこんなね、常盤館さん泊まるなんてすごいことですからね。なんか二人でいたらどこでもいいんじゃねえみたいな感じ。そうだよ、あえてホテルの混み合ってるとこ行かなくたってね、トキワ館でね、こう大人の雰囲気っていうかね。そうなんでしょうね。そのなんかイルミネーションファーとか言ってキャーとかなりますけれども、なんか明かりが一つあったらそれでもなんかいいみたいな時もなかったですかねみたいな。いやだってあれトキワ館さんだってそれなりにイルミネーションされてるでしょ。うん、あのしっとりと、しっとりとね、大人な感じで、やっぱそういうなんか2人だけの思い出イルミネーションっていいかもしれないですよ。ねえ、それは皆さんちょっと考えてみてください。まあね、何人でもあのグループでもいいですけどね、うん、いいじゃないですかね。いいじゃないですかね。泊まって酔いだくれるのもいいですかね。そうですね、いい温泉入りましょうと、まあ、飲みすぎ注意ですよ、ね、それは、うん、もちろんですけどね。そしてお正月は2日まで混雑しています。それ以降1月6日までは空室がありますので、2日過ぎのお正月のんびりおすすめですよ。これもいいですよね、うん、そうですね、うん、気持ちわかりますね。なんかほら、年末とかこうおせち料理とか用意して、お正月ちょっと楽しんでとか、でもお母さんたちとか結局お正月休めなかったりとかってあると思うんですよね。で終わった後にちょっとね、みんなでじゃあどっか行こうよみたいな、いいですね。1月6日までは空室があります。2日過ぎのお正月のんびりおすすめですよ。そして1月の成人式とつながっている3連休も空いています。狙い目ですね。狙い目ですね、うん、お正月は狙い目だな。でも私の同級生でね、市川くんっていう家があって、うん、はい、あの実家の方なんですけどね、はい、市川くん家はね、いつも年末年始はね、みんなでスキー旅行、なんでだろうなっていつも思ってたんだけど、うん、あのね、そういう理由もあったのかね。そのないか、どうでしょう。ね、旅館って比較的そうなのかなっていう。ああ、でまあ分かんないよね。常盤館さんのほんと人気の宿ですからね。混んでると思って、もう予約しないみたいな人もいるのかもしれないですよね、うん、人気の宿さんのご傾向をこう、うん、こうやって専務によって明らかにしてください。みんなこういう時、いやね、泊まってくださいよってね、いいですよね、言ってくださるから、こういう流れを聞くとね、やっぱね、いい、なかなかこう敷居が高いと思ってるところもお正月は狙い目っていう、ね、あるんですね、あるんでしょうね、みんな泊まりに行きたいな、はい。そして1月の3連休、成人式だの、消防団だ、ズミ式だの、そんな村の行事などで皆さんイベントがあって動けない方が多いのだとは思いますけれども、そこが結構狙い目ということで、そこ何もないあなた、ぜひ行ってみてください。はい、はい、そして1月4日から3月15日は、地元応援なお得なフェアがありますよ。はい、最近夏から秋の間は県外からのお客様が多くて、サービスやら料理やら何かと経費がかかるために、地元の皆さんから見ると少々料金高めな常盤館なのですが、昔から菱野温泉は冬の農閑期になると地元のお客様が温泉でのんびり滞在するのにご利用していただいてきているので、県外のお客様がぐーっと減る1月から3月の間だけ、地元の皆様向けに恒例の格安プランをご用意しています。はい、都心エリアにお住まいの方とそのお連れの方限定、うん、お連れの方は都心エリアの他でも OK、 何面でも OK、あなたが都心地区に住んでいれば常盤館安く泊まれますよ。一人一室という予約やっていないので、一室2名以上でのご利用となりますが、1名様につき一室2食付き、消費税入湯税込みで1万円ポッキリプランを、これいいですよね、いや最高、1万円ポッキリプランを販売しています。1月4日から3月15日の間、期間限定です。どうぞご利用ください。
ということで、浅間2000スキー場もオープンしたようですよね。あ、そうですね。時若の裏山のスキー場、浅間2000スキー場が11月23日オープン予定には間に合わなかったようですが、11月25日から無事オープンした模様です。そういえば、すっかりスキーに行っていない専務。自分のことを思いながらね、この作文してくださったようですけれども、時計館周辺ですが、まだ雪はありません。安心してご利用くださいということでね。いいですよね。スキー場には雪があるけれども、うん、スキー場行くまでは雪がない。うん、時計館にも雪がない、うん。いいです。はい。行きましょう。行きましょう、皆さん。はい。さあ、続いていきますか。筋力面情報、週末、気温がぐっと下がり、昨日、今季初めて、霜柱ができた筋力炎です。寒くなってきましたね。そうなんですよね。筋力炎にできた霜柱はね、結構大きいんですよ。見てください、ほら。写真を送ってください。わーおー、立派な霜柱ですよね。立派ですね。これはなんかの、本に出てきそうな霜柱ですね。そうですよね。霜柱の標本みたいな感じで、こんな、なんか、本当にね、立派な、これ何センチぐらいなんでしょうね、写真を今。造形美ですね。はい、見せていただいてるんですけれども、すごい、なんか、ザクザクってしそうな、壊すのもったいない感じの霜柱ができた筋力炎さん。ハウスの冬支度もほぼ終わり、これから春暖かくなるまでの間、ハウスの開け閉めや夜のストーブの管理と日の抜けない日が続くんです、うん。ハウスの中ではこれから寒くなると咲いてくる花。そんな牧とは違った多肉植物たちがそろそろつぼみを上げてきています。秋とはまた違う花を見ることができますので、冬の筋力炎のハウス、暖かいですよ。ご来園をお待ちしています。明日11日火曜日、そして12日の水曜日は休園になりますが、皆様のお越しをお待ちしておりますということで、筋力炎から情報をいただきました。そうだね、筋力炎って高台にあってね、寒いようなイメージありますけどね、うん、まあ車で行けばドアツードアですからね。そうですね。車で行って、あの筋力炎のビニールハウスの中入ればあったかいんだ。うん、あったかくてゆとりを持って、本当多肉植物好きな方はしっかりと見られるってことですからね。そう、いいと思いますよ。はい、皆さん、うん、ぜひね、筋力炎の方も訪れていただきたいと思います。そうなんです、暖房必須になります。お家にいるより出かけよう、はい、そうなんとかシェアってやつですね。暑い時はクールシェアって言いましたけどね、ホームシェアですからね。はい、皆さん、はい、ぜひ有効活用していただきたいと思いますよ。はい、諏訪宏美のスイングソング桜平、登山電車で行く絶景露天風呂の宿、小諸菱温泉常盤館と、浅間山麓多肉植物のパラダイス筋力炎の提供でお送りしました。ひろみさん、10秒で一言お願いします。うん、9時から10時までも聞いてください。途中でなんか食レポが入るかも。本当にあんの？船寿司が？土壇電車で行く絶景露天風呂の宿、小諸菱温泉常盤館。1年を通して季節の企画満載、地元東新地区限定お得なプランもあります。詳しくは常盤館ホームページか電話 22-0516 まで。浅間山麓標高 1000m、 多肉植物のパラダイス筋力炎、毎月1回ワークショップを開催中。多肉のことならお任せください。 25-0923、 素敵なご夫婦と看板犬チャームお待ちしてます。ザビッグ北中ゴミ店開店です。It is pleasant morning beginning today also. Let's go a waku waku for search with this program. Sakudaira Wake Up Station Waku Waku Morning。さあさあ、時計の針は9時を回りました。桜井のウェイクアップステーション、ワクワクモーニング、中村哲郎と諏訪宏美です。はい、諏訪宏美さん。はい、よろしくお願いします。お願いします。さ あ、 あということでですね、はい、9時台は、元気のお届けしますが、はい、船寿司も後で登場ということですからね。はい、はい、ちょっと食レポしてみましょうよ。はい、また近畿圏もしくはあの船寿司、私は愛好家ですっていうね。
佐久平に住んでる皆さんもこのラジオを聴いてる皆さんも、はい、船寿司情報もお待ちしております。ワックス番号0267-65-8888でメールの方 FM 佐久平ホームページから、あとはひろみさんね、あのひろみさんの歌もどんどん送ってくださいね。今日はねあれですから、うん、アイレル1375さんはね、諏訪さんへのリクエスト YMCA も入ってますから、ね、はい、ありがとうございます、はい、さあということでいきますか歌。はい、行ってみたいと思います、うん、たまにはちょっと早めに1個歌っていきたいと思います。おたまじゃくしさんからいただいております、はい、冬の星座を行ってみたいと思います。木枯らしとだえてさゆる空より地上に地上にあれ降りしくくすしき光よ、ものみなりこえるしじまの中にきらめき巡る。あ、なんか違うどうしよう、これ難しいんですよね。あー、もう本当にたっぷり歌える時間なのにボロボロいやいやいや、まあまあひろみさん、またもうぜひお願いは巡る。もうダメですね、難しいですね、すごい。なんか半音がずっと、ね、そうでしょ、もうこれね、いやこれはすごい歌だな。多分ね1年に1回ぐらい歌ってるんですけど、毎年なんかうちも冬に、うん、あの冬にリクエストもらうような気もするんですよ、うん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 、もしかして聞いてる皆さん、やだ、あそこ違うと思いながらね、すいません、青違うでしょ、そこはもうこういうあのツッコミが許されるプロ歌手さんが諏訪ひろみさんでございますでもこれ生歌リクエスト自体が無理あるコーナーですからね、大体歌い手さんなんてそんなコーナーやんないですか普通だけどやってくださってる、それが諏訪ひろみさんでございます、はい、ありがとうございます、すいません、ポロポロ、ありがとうございますね。メジャーデビューも果たしている諏訪ひろみさんでございますけどね、申し訳ないです、ごめんなさい、冬の星座さん、はい、ありがとうございます。さあ、他にもねリクエストどんどん送ってくださいよ皆さん、はい、ね、今日スロースタートなんですから、クジタイリスナーの皆さん頼りにしますよ、お願いします。ファックス番号0267-65-8888でメールの方 FM さくだいらホームページからです。違うタイプ、違うタイプよかった、うん、ないね、はい、いいよいいよ、そうですか大丈夫、ね、さあひろみさん、はい、そうだ、ね、今日はね、うん、あれメッセージ少なめなんですけどね、はい、クイズもね少なめだった今日は参加者少なかった寒いからですね、これね、きっと少ないよ今日は、寒いから、これでね終わりたいと思います受付ははい、はい、カン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 、さあ今日の問題でございます、はい、新幹線にもいろいろあるけど、うん、はい、一番早く走る新幹線ってな、あ、ひろみさん全然わかんないです、もうね、お寿司屋さんで一番早く、あ、分かっちゃった今、でもやだ言わない、お寿司屋さんで注文すると自分のところまで来てくれる新幹線、それはあるな、あのかっぱ寿司限定になっちゃうじゃないですか他のところもやってましたっけ、ね、分かんない、もちろんひろみさんが分かった通りですね、私の言い方っていうのもあったと思いますが、うん、始発列車でございます、今ピッと来たそうそうそう、ラジオネームおたまじゃくしさん、今日は3名だけ、あ、寂しいな、また明日もあのたくさんの皆さんの参加お待ちしてますからね、はい、おたまじゃくしさん、わくもりクイズ、新幹線にもいろいろあるけど一番早く走る新幹線は一番早く朝一番に走る始発の新幹線、正解、ね、うん、中村さん、君は僕のマゼント、ありがとうございました、8日のライブの光景が浮かびニコニコですよってね、よかったね、本当にね、あの名古屋のライブみんなで行ったんだって、すごいですね、おたまじゃくしさん名古屋まで行ったってすごいね、パワフルですよ ね、 ね、うん、ラジオネーム頑張れまこちゃんさん、はい、さあさあ来た来た今日も来た、中村てっちゃんクイズでポン、答えは新幹線は騒音などによる環境基準が設けられている関係で始発は午前6時以降と決まりがあります。へー、知ってたひろみさん、何ですか、始発は午前6時以降ね、なんで6時以降なの、もっと早ければいいのにと思ったことありません、新幹線って、だから、うん、あれなんですよ、ほら夜の列車も朝の列車も、うん、そこを通過する皆さんのほら生活を守るために時間が決められてるんですよ。そう、あ、ひろみさんも知ってた、うん、すごいじゃんひろみさん、うん、なるほど、そういう理由だった、だって線路のそばに住んでるから、
あ、ひろみさんが今ね、そんなこと言ったってあれだよ、私だってね、あの線路のそばに住んでる。聞こえるんですよ、だからほら、うん、それで、あ、違う違う、あの今の家じゃなくて、私の実家は線路のそば。あ、そうなんですね、うん、それですごい興味が湧いて、で夜中に走る列車とかいろいろあるんですよね、こう整備の電車とか。なるほど、あれでしょ、あの信濃鉄道でしょ。いやいや、新幹線もあるんですよ。あ、新幹線も。はい、嘘、ほんとよっぽど近くに住んでるじゃないですか、ね、こっそり走るやつ。え、てかその時間起きてるのかよっていう感じなんですけど、ひろみさん基本的には夜型ですもんね。そうですね、夜型です。もう朝このテンション大変なんですよ。この月曜日の時だけ朝型になってる。ほんとなんですよ、朝ここテンション上げたら大変なんですよね。大体ポジションの人って大体夜型ですもんね。そうなんですよね、テンション上がりませんね。大体そうですよ、そうなんですよ、夜型ですよ。夜番組の方が素のひろみさんが見られるんじゃないかって。大丈夫ですこれ。朝はちょっとなんか制御が効かないからいいかもしれないですね、わかんないですけど。はい、はい、うん、知ってました。知ってた、はい、ね、いや、そうなんだって。新幹線なんか時々あの朝5時スタートだったら、あのディズニーリゾートとかね行く時にはあのここからだとね、それぞれの地方で今聞いてらっしゃると思いますけど、うん、あのここからだとね、ファストパス余裕で間に合うなみたいな。そう思うんですよ。本当にね、6時間って24時間ずっと走っててほしいですよ ね、本当だったら。いやでもやっぱりその問題と、だから未来なんかそうなっちゃうからね、あ、なんか囲ったりしてこう。でもね、囲って騒音が出ません。テレレテレレで。正直ね、気にならないですよ、だって。あ、そうでしょ。だけどね、これね、あのそれってわかんない。ひろみさんってもともとは駅の近くじゃない？あ、とかだから全然、いや、もともと違います。もともとは全然違うんですよ。引っ越してきて、うん、あの駅のそばになったんですけど、あんまり気にならないんですよね。だから電車が走ると、あ、今何時的な感じで。お、すごいね、ひろみさん。それある意味あれだよね、なんとか鉄じゃないの？それあの電車が走ると今何時なんて聞き分けすごいよ。いったこの電車何時みたいな。聞き鉄とか言われるやつじゃないの？それ。あ、この音は何の車両で今何時ですねって相当レベルの高い聞き鉄じゃないですか。この音で走ってるからあの車両だみたいな。そう、あの、いろんな人とあのモテちゃんとかと話できるかもしれないよ。あのね、あのここの放送局で素の鉄道っていろんな車両が走ってるんで、あるんですよ。牛娘応援隊長ヒデさん一回ここに来てくれましたけど、あの話できちゃう。 ね、そんなには詳しくないです。そうなんですよ、違いが、ね、少しあって面白いですね。でもね、あの思うのは、僕なんかは篠ノ井に住んでるでしょ、はい、で篠ノ井なんて僕の実家なんてね、もう大体言っちゃうと分かっちゃうんだけど、うん、あの要するに松本に向かう線路と、はいはい、あの要するにほら東京に向かう線路の間にあるんですよ、はい、私の実家が。そうなんですか。ちょっと分かるじゃないですか、場所的な感覚でね。そうですね、うん、でそこにあるからもう常にね、小さい頃から電車はある、うんうんうん、機関区だって篠ノ井にあるんだ。ありますよね、もうすごいよ、感動しますよ、あれ見ると。初めて見た時はね、あの当たり前の光景でしたけど私はねほら通学路に機関区があるから、おー電車だーっていうね、電車あるんだなって、あ、普通ですよね、線路がたくさんっていうの感動しました。だけどね、私の家族は、うん、あの近くに住んでなかったら、やっぱり実家行くとね、もう電車の音が気になって眠れないとかあります。人による、あ、それわかります、うんうんうん、水道トラブル困ったな、電気つかない、どうしよう、すぐに駆けつけお助けします、ホームレスキュー君に見。Let's go in search of the charm of Sakdaira 76.5 FM Sakdaira Waku Waku Morning。なに、ひろみさん、船寿司あるじゃないですか。うん、うん、持ってきましたよ。ちょっとどうしますか、メッセージ行ってから、メッセージ行ってから船寿司紹介しなきゃ。はい、頑張れ、まこちゃん。はい、まこちゃんさん、6時以降決まりなんだって、うんうん、で山形市、秋田新幹線はミニ新幹線みたいなもので在来線扱い、5時半過ぎだから6時前に新庄駅始発があったと思う。これトリビアだね、ありがとうございます、うん、ありがとう。そしてね、ナス単身さん、はい、参加することに意義があるあるあるモーニングクイズだよ、でよ、今日は10時半から歯科検診があります。仕分けも早回しでやってるから、この答えは僕ではなく僕さーに聞いてほしいのね。うん、今練習中だったんだけど、慌てて、理髪店に行っていて、新幹線で来るっていつ頃来るんだ、一発二発三発始発の新幹線だっちゅうのって。懐かしいね、うん、流行語大賞パイレーツ取ってたっていうのね、この前知ったって、また改めて、パイレーツ覚えてます。だもう覚えてます、覚えてますよ、はい、懐かしいちゃんちゃんっていうことでね、ネタ送ってくれたら最終的にあのパイレーツの話だったらパイレーツになっちゃった、オチがね、ね、はい、わからないって方は調べてみてください。はい、
だパイレーツ。さあ、そしてヒロミさん、はい、かつてから噂の船寿司が行きますか。到着。じゃじゃーん。いや、これあの洗ってあるからヒロミさんいいですか。すいません、大丈夫ですよ。洗ってあるから手、あの口つけてないから、うちの食べかけで申し訳ないんですけど、ちょっとでいいですか、ヒロミさん。ちょっとでね、大丈夫ですよ。今、輪ゴムを取りました。船、ね、寿司っていうのは日本古来の慣れ寿司の代表的一種。古代から、琵琶湖のニゴロブナなどを主要食材として作られている滋賀県の名産である。紙の包装を取りました。ニゴロブナっていうね、もうこの時点で香ってますよ、ほら、箱の上から。なんか海苔の香りじゃないのかな。あ、これ海苔の香りってうちのあのおにぎりの香り。何出してんねん。あの違う違う、昼ご飯のね、昼ご飯のお箸を出してもらったから、あのスプーンをね、出して、こうちょっとこれ二人をよそらないじゃんと思って、出したらこれおにぎりご飯ないから、ご飯ないから、ちょっと、そこから大丈夫、こっから食べてもらう。ちょっとこれ香ってないですか。ちょっと まずは香ってください。ちょっと香匂ってみてください。どんな匂いですか。あ、これは来るね。さあ、どんな匂い表現。いや、俺これ思い出した。何ですか。なんかさ、これさ、おいしんぼで出てなかった。おいしんぼで。おいしんぼ絶対あったと思いますよ。おいしんぼ、あ、これはね、発酵食品だね。でしょ。なんかね、ある意味ね、ブルーチーズみたいなね。あ、うまい、さすが哲郎さん、うん、それで、ね、多分おいしんぼに書いてあったような気がする。これがあの、これが船寿司か。そうなんですよ、これあの、なるほど、周りがこう木の箱、切りで、それで上下があの段ボールになってる、うん、だから、なるほどなるほど、あのわさび屋さんもほら、うん、わさび屋さんに買いに行くとこういう箱に使える。なるほど、ヒロミさんが言ったあのわさびっての分かるような気がする。そう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 。で、安曇野のわさびね、これなんかあの、うん、普通だったらほらピーってラップしたるじゃないですか。ちゃんとサランラップで手作り感の感じで、このふわふわな声、まあ、匂いがどんどん強くなる。いや、すごいすごいすごい。はい、開けて匂いが強くなります。よかった、この時間ね。もし準備のエンディング食べたら、あの、鈴木さんが、いや、何ですかこの香りみたいなね。ちょっと食べかけて申し訳ないんですけども。鈴木香りだけに何ですかこの香り。いや、鈴木さんのいい香りは香りですよ。こんなにフューチャーされてると本人は思ってないと思いますけど。すごいな、これ。さあ、いきますよ。はい、この上に乗っかってんのが、これ口ついてないからね。大丈夫、大丈夫。洗ってあるから。このね、上に乗っかってんのがこのフナちゃん で、下にあるのと一緒に食べてもいいんですよ。これ何、あのフナちゃんわかるんだけど、この下にあるこう、なんていうの、ご飯ですね。あ、うそ、これご飯ってこんなに発酵するもんなの。そうなんですよ。ご飯さ、これあれでしょ、甘酒になりかけのご飯みたいな感じ、ね、スペクタクルな感じの酸っぱいご飯ですよ。まあ、酸っぱいご飯とこのフナが合うんだ。はい、いや、もう食べても、まずはね、ちょっと一回フナだけ見てくださいよ。フナだけ、フナだけ、じゃあフナとその白いバージョン2つもらっていいですか。いいですよ、だから合わせて食べるのとフナ、まずフナだけどうぞ。じゃあこのフナだけね。はい、フナだけもらうでしょ。はい、どうぞ。ちょっと口つけちゃうから、これフナとご飯フナ、まあ、もらいました。ご飯ついてます、大丈夫ですか。はい、わかった、よし、じゃあどっちからいきます。これね、ヒロミさん、わかった、これ甘酒に、甘酒のね、なりかけのあれだな、甘くないですか、ね、ご飯だな。強烈ですね、どっちからどうぞ。マジで、いや、これはあの、さあどっちから、ブルーチーズのよう、まずフナから。さあ、哲郎さん、パクッ。いや、今匂ってます。香りはすごいな、もうまさにブルーチーズの強烈な感じですよ。ね、フナいただきます。フナこういう形で食べるのないな。ないですよね。いただきます。はーい、パク、感じます。わー、これはすごい、味わってます。どうですか。ん、香りはすごいけどね。なんだろうな、これは。なんだろうですよね。発酵されててね、本当にね、うん、いい感じでフナを包んでいますね。酸味と苦味と、うん、酸味と苦味とね、でも噛んでるとこう、なんか味出てくるんですよね。あれ、これ皮とかの独特の旨味っていうのが噛み締めてると感じてくる。そう、これね、二口っていうか2個目食べるとまた味が全然違って感じるんですよ、うん、あ、これね、噛み締めてると、うん、あの本来のフナの旨味っていうのがね、ちゃんと出てきて、ありますよね。で、発酵されたこういろんな旨味っていうのが相まってる、これ大人の味ですね。なんですよ、そうでしょ、これね、どうでしょ、あの噛み締めてると旨味が分かってくる。だからこれはね、この香りがね、あの、まず先入観としてダメじゃないかと、まずね、与える強烈なインパクトっていうのがあるんですけど、あると思うんですけど、噛み締めると、あの、川坂の独特の苦味、旨味、そう、でもこれね、あの、酸っぱくなったのザーナスゲンが食べれる皆さんには大丈夫かと思うんですよ、うん、あ、分かった分かった、それがあったから食べられた、うん、あの、要するに酸っぱくなったほら、ね、あの、そうそう、ブルーチーズもそうだし、酸っぱくなったのザーナも僕、うん、割と好きな方ですから、うん、これはね、長野県民の皆さん、ひょっとしたらヒロさん無理だって言ってませんか。いや、無理じゃないんですよ。無理だったら、これはね、ハマる人は出るかもしれない。お父無理だったんですが、私ギャーギャー言いながら食べましたよ。ヒロさん、これね、まずね、一つ足りないものがある。はい、お酒です。ほら、来た。これはね、お酒が足りない。もうね、これはね、お酒、日本酒ですよ。柵のいいお酒とかとね、まあ、地元にこだわれば、滋賀からね、取り寄せて食べるっ
食べると美味しいものを食べるとかね、いいと思うんですけど。なるほど、こういうものをあのレリアさんとかあのノムさんは食べて、うん、あれだな、あの満喫してるんだな人生を。もう本当にあの素晴らしい食ですよね、うん、こういうのを作り出したっていう、なんか先人の知恵というか。いや、すごいね。だからあれでしょ、やっぱりあの琵琶湖が近くにあって保存食だと思うんですけど、ニゴロブナっていう船をね、うん、まあ、ずっとこうなんか長く食べるとかね。ね、だから昔からあるもんじゃないですかこれ。だと思いますよ、ね、だから豊かじゃないと作れないですよね、逆にね。いや、米もなきゃいけないし、琵琶湖の旨味をできるだけ長く食べたいとかね、うんうん、冬の保存食なのかな、ね。だからちょっとご飯いってみますか。はい、ご飯と一緒。ご飯完全にね、あの甘酒のあのなりかけっていうのが、なんだろうね。いや、ご飯と行くのにはちょっと勇気がいますけど。大丈夫です、酸っぱくなったご飯ですけどね。本当に、いや、大丈夫かな。こんな言い方してすいません。いや、でもね、あの船は本当に美味しいよ、うん、本当に。ご飯も美味しいよ。ご飯大丈夫かな。大丈夫、お腹にいいんでしょ、きっと。大丈夫、お腹にいい。じゃあいただきます。うん、いきますよ。結構食べられてる。勢いつけないとね、ダメだからね。結構食べられてる。いただきます。ん、思ったよりいけるんじゃないですか。あ、なるほど。ご飯はね、あの甘酒すりかけみたいなね、ちょっと発酵した感じなんですけど、うんうんうん、この船とは合う、うん、でしょ、うん、お、すごいですよね、ほんとこれ作った方ってすごいなと思うんですよ。これもね、合う。これね、食べた後ね、少しね、体が熱くなってくるんですね、これがね、ほんとにね、私びっくりしたんですけど。うん、あ、それわかる、なんか熱くなってきた。なんかほんとにそうだったんですよ。うん、うん。いや、これね、食べられると僕はね、割とハマるかもしれない。そう、でね、お腹の調子もね、なんとなく整うような気がするんです。うん。いや、でもこれはね、あー、でもね、こう、体のしびれとかね、これね、確かにハマっちゃって旨味を知ってしまうと、うん、これは癖になりますね。ですよね。いやー、これは滋賀の船寿司、貴重なものをね、味わせていただきました、ひろみさん。はい。でも確かにこの匂いはね、あの、正直な話、強烈です。ね、さあ早く撤収しよう。で、あの、この強烈な匂いは今あのスタジオの中で私たちもあの麻痺してますけども、あの、新しくこのスタジオ入ってくる人は相当な強烈なあの船寿司の匂いを感じることになるんじゃないかな。どうしたんだろう、何かあるのかって、ね、スタジオに。あの11時からの鈴木さんに申し訳ない。ごめんなさい。9時19分です。お金の世界には正解があります。ファイナンシャルプランナー小山陽介先生がお届けするマネー講座、放送日は毎週火曜日、お疲れさんでごわした5時12分からの5分間、お金の世界のからくりなど楽しく分かりやすくお届けします。私、小山陽介がお答えいたします。聞いてください。痛くなってる。ごめんなさい、ごめんなさい。 Music and Communication 76.5 FM FM サクダイラ、ワクワクモーニング76.5 FM。 やっぱり臭くなってる時は入っちゃったじゃないですか、ヒロさん。いや、なんかね、マイク上がってたじゃないですか。ごめんなさい。いや、私の管理の問題なんですけど、すいません。いや、あのね、今ね、ファックス取りに、あ、メール取りに行ったら、あの、ひとみさんが心配して、うん、なんかこの、あの、スタジオ、なんか銀杏臭くないですかって、私が臭いのかと思って心配したってひとみさんが言って、すいません。ちょっとあれだな、あの、ひぐちさんには業務連絡だ。ごめんね。玄関の入り口開けといてもらっていいですか。玄関の入り口開けとかないと、これ、スタジオ中で。でもあれ、鍵が壊れてて開けられないって言ってたよ。大丈夫。ああ、おかしい。スタジオ中がね、すいません。40分ぐらいすれば、あの、うな寿司臭で。うな寿司の香りもね、はい。あの、みんないい香りに。遠くなると銀杏なんですね。失礼しました。なるほどな。あ、はい、今発見。ちょっとね、うちから持ってきたね、味噌汁をちょっと飲んでたんですけど、はいはいはい、本番中に何飲んでたって話なんですけど、どこれね、うな寿司食べた後に味噌食べるとめっちゃ美味しいよ。やっぱり和の食って感じですかね、和の食。いや、これ船寿司ハマっちゃいそうだな、うん、でね、リアルタイムなんか来てんだっけ、ヒロミさん。あ、なんか船寿司のなんか、はいはいはい、はいはい、ありますよ。はい、ナス単身さん、はい、船寿司のご飯は食べたことがないです。この味のね、あのレパートリーがめっちゃ広いと思われる、うん、ね、あの大手企業の営業マンずっと長く勤められていた、はい、ナス単身さんをして船寿司のご飯は食べたことがない。ぜひ食べてみてください。食べてみてください。味噌とね、よくやっぱりね、ご飯美味しいね。これ味噌汁と一緒に食べるとめっちゃ美味しいね、うん、このあの
の食べ方がいろいろ書いてあったりするんですけど、やっぱりいろいろな食べ方ができるみたいな。どんどん美味しくなってきた。これはねやっぱり単体食べるから編入感あるな。編入感そうですね。あのご飯の味噌汁とか食べるとめっちゃ美味しいかもしれない。これ今鼻に抜ける感じが最高だ。もう一回行きたいみたいな。そうそう、あの食べ方としてそこのご飯のところにお醤油一滴を垂らしてお湯入れて、それでネギかとかちょちょちょとか入れて、それで飲むと美味しいみたいな。あ、絶対そう。これお吸い物としても絶対いいわ。うん、ありました。あ、今びっくりした。あのちょっとね、あ、ちょっとあれだな、匂いの中和をしなくちゃと思って味噌汁今開けて飲んでたんですけどよかったですね。そうそう、言うの忘れてた。そう書いてあったんですよ、いろんな食べ方。そしたら、あ、そうそう、それがフナのところの頭の部分って書いてあったかな、入れてやるとそれが柔らかくなって、うん、で、うん、美味しい。お醤油1滴、2分の頭のところ、うん、あとネギちょっちょっちょって入れて書いてありました。で、ナスの味になるね。チーズのようにスライスして食べた方がいいよって。あのスライスはされてるもんね。そう、うん、はい。で、おたまじゃくしさん、船寿司とは日本古来の寿司、慣れ寿司の代表的一種で、古代から琵琶湖産のニコロブナとご飯と塩の発酵商品滋賀県の郷土料理。春日に住んでいた時には大好きで、うん、お大好きだと、うん、名古屋県ではあるんだな。ちょっと近いから。玉ジャクシさんも食通ですからね。うん、毎年この時期に食べてました。草屋と同じぐらい発酵の匂い、ね、なるほどな。で、那須丹心さんは、私の妹は琵琶湖のほとり、以前は能登川町でいいのかな、今は東近江市の兼業農家に嫁いだんです、うん、現在は大津に住んでいますが、義理の弟と飲むときは日本酒のあてとして船寿司は最高。やっぱりそうなんですね。だから日本酒飲むと美味しそうだな。味噌汁も合うもんな、きっと、うん、そうですね。でも近江草飯の異名がありますので、お茶漬けならいかがでしょうか。そう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 、やっぱ知ってるね、うん、3、4キロご飯にのせ、わさび少々と刻み海苔をパラパラとして、お醤油3滴で程よく匂いも消えて旨味もわかると思います、だからあれだね、今あの最高級のバージョンで食べたってことだよね。そうですね。では私はねこれで旨味を感じるわけだから、でアレンジバージョンでいろいろ、そうですね、いろんな食べ方ができる。ひろみさんありがとうございます。いいえ、とんでもないです。広げていただいて忘れません。ありがとうございます。忘れません、本当にこのあのこの船寿司タイプひろみさんに教えてもらったんだよって一生言い続けます。ありがとうございます。さあひろみさん、行きますか。はい、行きましょう。はい、八王子まで行きましょう。はい、全国の女子大生の皆さん、昨日は思わぬ企画のフリーライブで童心に帰ってはしゃいできた八音だよ。おっはー、あは、年がら年中はしゃいでるぜもはや恥ずかしいって言葉の意味がわからないどんだけむしろ中途半端に恥ずかしがる方が恥ずかしい。あ、そうだね、こういうとこまで行かなきゃダメですね。やりきれば新しい世界の扉を開けるぜ。もちろん空気は読むけど、ここ大事なのね。空気は読みながらってのはやっぱ大人の対応ですよね。はい、バラードを歌い終わった後にイエーイとかやめてほしいぜ確かに静かな拍手ってね、読んでるなぁ。千代島京さん、ちっぽけなプライドを捨ててバカになれるのが正しい関西人だ。キャーキャー、楽しむときは全力で楽しまないとね、うん、勉強しなきゃいけないですね、私たちもね今ハマってるのは、いや、ハマったばかりのことは穴釣り。おう、先週の水曜日にサバの切り身でフグを釣ったってメールをしたけど、あの後場所を変えてテトラポットのあるポイントで隙間に餌を落としてやってたら、カサゴが6匹釣れたんだよって。すごいね。カサゴも美味しいですよね、大好きです。小さかったけど塩焼き、煮付け、味噌汁にしたらやばいぐらいうまかった。いいな、すごいね、うん、小さいから皮を剥がしにくくて刺身は諦めたけど、近いうちにでかいの釣ってあるカサゴ、ルアーは難しいから坊主逃れに穴釣り最高です、ね、諏訪さん、八代亜紀、女港町歌って。女港町どうしてこんなに夜明けが早いのさ、それじゃさよならと海猫みたいに男がつぶやいた。はい、ということでね、ヒロミさん、いやー、よかったですね。女港町が最高ですよね、本当にね。きょんさんもありがとうございました。きょんさんも船寿司好きなんですかね。どうなんでしょうね。関西圏の方ね、どうなんでしょうね。でも、はい、あのちょっとね、味噌汁飲んでみて、本当にうまみがね、改めて分かった。ここにほら、こんなの食べ方説明書が書いてあるんですよ。船寿司食べたことがない人、一緒に船寿司同好会、ひろみさんと作りましょう。はい。何、一滴だけお醤油を落とすと食べやすくなるね。
私一切やってないから、もう最高峰のこう食べ方をしたってことですよね多分、うん、だから何もしてないわけですからね、はい、でもうまいよ、はい、味噌汁のことほんと一層うまい。頭の部分はお椀に入れて熱湯を注いでいただくと非常に柔らかくなり、スープとして飲んでいただけます。あ、これも美味しそうだな。発酵したご飯はそのままでも食べていただけますし、炊きたてのご飯に少し乗せて味付け海苔で巻いて食べても美味しい。あ、なるほどな。うん、これなんかふりかけ感覚っていうかね、うん、ふりかけてんじゃん、巻き寿司みたいな、ね、巻き寿司感覚だよね、うんうん、その方ご不明な点がございましたらお電話をいただければ幸いなんでこれ優しい優しい店主さんなんでしょうか。魚富商店って書いてありますけどね、魚富商店、魚富商店と滋賀のあの名店でございましょうか、ね、分かんないけど、そうなくなっちゃうんですって。 ありがとうございます。ある時にはあるけどなくなっちゃうお店のらしいです。いやー、まさか12月10日にこんな船寿司の味のレパートリーが人生で増えるとは思いもしませんでしたけどね。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、はい。さあ、そしてなんだ、はい、あの頑張れまこちゃん、頑張れまこちゃんさん、はい。あ、グータラボッチさんからも来てるけど、じゃあグータラボッチさん行きましょう。グータラボッチさん行きましょう。中村さん、ひろみさん、おはようございます。一番に思うのは目覚めの悪さ、次に、回転の遅さ、行動の遅さと、小生と悪いのか、てんてんてん。光号の朝1始発の先頭車両、あ、これクイズの答えなのかな。おい、早くしろ、最速、どっちに正解はあるのか、あ、これクイズの答えだったんですね。以上、挨拶のみでということで、すいません、ちょっと遅めにいただいたので。新幹線が答えでございましたからね、うん、はい、ありがとうございます、はい、ね、今あの、私の口の中がね、船寿司の香りがしていて、満たされていて、私は大満足なんでございますけど、周りの人がどう思うのかってね、10時半には営業に行かなくちゃいけないっていうことで。あ、大丈夫です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 。船寿司食べてきましたかとか言われて大丈夫です、大丈夫です。美味しいけどね、すごいね。9時29分ハッピースマイツサクブルームライブスペシャル、1月26日まで続くミレニアムパークのサクブルーム、湯沢かや子、アランヒルズ、クラシナショーライブをオンエア。12月31日夜7時から。FM 桜井が開局20周年記念、マークパンサーナイトプラネタリウム in サクボ、トークショー &DJ プレイ、1月11日夜7時から生放送。チケット問い合わせは0267-67-2001 まで。サクソラリスカイプレゼンツ第3回夢サクつなぐ2019ニューイヤーランチショー、1月14日月曜日、ヴィーナスコート桜平、元宝塚の真織ゆきさん、芽生はるかさんの素敵なショーをお楽しみください。問い合わせは0801130-7167です。ワクワクモーニング、Traffic and weather information. はい、時計の針は9時30分を回っています。中村哲郎がお届けしています、桜井のウェイクアップステーション、ワクワクモーニング。皆さんからの追い込みメールファックスをお待ちしております。今日のテーマでございましたが、週末報告ね、皆さんの週末報告をお待ちしております。そして今ハマっているもの、あとは最近童心に帰ってはしゃいだことね、基本人が大歓迎でございますが、船寿司の話題ね、先ほどもね、あのいただきましたけど、美味しいですね、船寿司ね、美味しい食べ方してたりとか、私は食べます食べないね、近畿圏の方もね聞いてらっしゃいますからね、などなどメッセージをお待ちしております、うん、まあ俺はいい体験させてもらいましたね醤油も何もつけずにねご飯と一緒に、船いただきましたけどね。まあ船っ子っていうのは馴染みありますけどね、船寿司っていうのはね、美味しんぼの世界ですね。でもこれはハマるな、うん、はい、ということでトラフィック&ウェザーです。道路状況とお天気いきましょう。長野県北部では曇り時々晴れ、山沿いや中野飯山地域では夜の初め頃まで雪の降る所がある見込みです。中部と南部では晴れで昼過ぎまで時々曇りでしょう。明日のお天気です。明日は長野県北部曇り時々晴れ、夜には雨か雪となるでしょう。中部と南部では晴れのち曇りで夜には雨となり、中部では雪となるところもあるでしょう。佐久のポイント予報です。佐久の今日は晴れますが昼過ぎまでは時々曇るでしょう。明日は昼過ぎまで晴れますが夕方から雪の見込みです。そして濃霧注意報出ているところがあります。見通しが悪いところがあります。ドライバーの皆さん安全運転で。
そして全国のお天気です。札幌は雪ですね。仙台、福島は晴れで、時々曇り。名古屋は晴れで昼過ぎまで時々曇り。大阪、京都は晴れ、時々曇り。福岡曇りで夕方から晴れるでしょう。那覇では雨ですよ。さあ、時計の針は9時34分でございます。まあ船寿司ね、今日はいい経験させていただきましたね。そのまんま、多分地元の方が食べる食べ方そのまんまで食べさせていただきましたけどね、やっぱ癖になりますねこれはね。ぜひ、食べたことがないという方は食べていただきたいと思いますし、食べてるという方はね、また船寿司に関する話なども送っていただけたらと思いますね。週末報告も待ってますよ。もう不登校大歓迎。この時間ね、聞いてる方ぜひメッセージを送ってください。ファックス番号0267-65-8888で、メールの方は FM さんホームページからになります。ラジオネームね、まこちゃんからメッセージいただいてたんだよな。はい。最近童心に帰ってはしゃいだこと。高校生の時に短期アルバイトで働いた近所のピザ屋さんのデリバリー、そのデリバリーで乗ったのがジャイロキャノビーでした。ああ、なるほど。そういう思いがあったのか。昨日、某ネットショップで5点ほど、総額6万円相当のパーツを購入したのですが、今度は自分が乗るジャイロキャノビー。LED ライトを入れたり、ここにあのパーツをつけてなどと、携帯片手にウキウキしてました。ね。まあ、こうなんか夢中になれるものがあるってのは男としてかっこいいね。まこちゃんね。そして頑張れまこちゃんさん。出かける先にトラブルありの中村さん。北陸新幹線ね、大変だったけど。ねえ。諏訪さん、そして三度の飯よりワクワクモーニングというリスナーの皆様。埼玉県の中心部の役割を果たしていると言っても過言ではない。埼玉副都心、埼玉新都心より、ひょっこりおはようさんです。昨日、大型スポーツ用品店で最近、勇気がハマっているという野球のバットを買いに行ったのですが。いいじゃない。勇気くんもない。野球にハマる年齢になったの？すごいじゃない。そこで、ゆうやもバット、ゆうやもバット、と店内で大泣きされ。なるほどね。ああ、こういうのはあるんだな。兄弟いるとね。逆にこっちが泣きたくなった誠くんであります。ね。ちなみに、帰宅直前に立ち寄った100円ショップに短いプラスチックバットが売っていたので買ったところ、ゆうやは超ご満悦。三橋伊藤と言いながら部屋でバットを振った瞬間、テレビの見過ぎだよと嫁さんから怒られたのは言うまでもありません。ね、これちょっといまいちスッと出てこないのがあるんだけど、これなんかあるんだろうな、テレビのね。なんだあれ、なんかすげえアニメで流行ってんの三橋伊藤って。ね、また教えてください。ハマってます、ハマってました。今年になってから日常生活における全くもって無駄な知識や雑学にハマっています。知った時は、へえ、なるほどね、と思うんですが、少し時間が経ってから、これ覚えても全く意味ないな、と我に返ります。ね、さっきの新幹線の話は勉強になったけどな。余談ながら、あの長寿番組、世界の車窓からの第1回目の放送は、駅名は知りませんが、イギリスの駅。それでは中村さん、諏訪さん、リスナーの皆さん、達者でのって、なるほどな。でもこれは何かに役立つ時があると思うよ、きっとね。世界の車窓からの第1回目の放送は、あれってね、イギリスの駅なんだよ。どこの駅？みたいな。ね。そういうツッコミどころ満載のこう、雑学っても面白いんじゃないかっていうね。まこちゃん、いつもちょっと笑えるね、笑顔になれる話題、ありがとうございます。76.5FM Live on Air Waku Waku Morning。皆さんこんにちは、ダンスクラブ KDC の広末恵子です。 FM 桜平はなんと今年開局20周年。ジュエルボックス KDC を毎週日曜日に放送させてもらっている KDC も一緒にお祝いしたいと思います。20周年おめでとうございます。 Music and Communication 76.5FM FM 桜平。さあ、時計の針9時52分でございます。池上さん、はい、はい、お願いします。はい、それでは行ってみたいと思います。歌っていきます。雨を夜更けすぎに雪へと変わるだろう、されない降りない、きっと君は来ない、
一人きりのクリスマスイフォンされない、no! ホーリーナイトボイスミカチアあれ今日こんなのばっかりボイスミカ幸せの予感きっと誰かを感じてるロマンスの神様この人でしょうかよく当たる星占いにそういえば書いてあった今日は会う人と結ばれる今週も来週も再来週もずっと素晴らしい YMCA YMCA 憂鬱などを吹き飛ばして君も電気出せよそうそう YMCA YMCA 若いうちはやりたいこと何でもできるのさちゃん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 わーいとか言ってやりそうになっちゃうはい絶好調真冬の恋スピードに乗って急上昇熱いハート溶けるほど恋したいブレイク寸前幸せのゴール私だけに White Love Song 歌ってほしいのウェイはい、ということでひろみさんでしたありがとうございました、このひろみさんに生で歌ってほしいというリクエストありました月曜日はい来週もお待ちしてますよ待ってますさあ、どんどん読んでいきましょうはいひろみさんはいおはようございますおはようございます今朝は顔が冷たくて目が覚めましたっていうのはビールが命の母 A さんですおはようございます寒かったですね、はいそれで暖房をつけてからまた布団に潜り込んでしまいました室内4度屋外は一体何度だったのでしょうか、うん先週火曜日には23度近くまで気温が上がって汗ばむほどだったの昨、ね、なのでこの急降下は絶叫ものです室内ではクリスマスカクタスが綺麗に咲いています。おクリスマスカクタスね。これからは室内の植物たちにも気を配りたいと思います。そうですね。船寿司って、サバの慣れ寿司みたいなものなんでしょうか。ね、どうなんですかね、ひろみさんね。なんとか船の塩漬け。はい、塩漬け。水田で小舟を養殖している柵でもかつて甘露煮を乗せた船寿司の商品化をしたことがありましたが、今は見かけないですね。でも美味しいけどね、僕船っ子大好きだけど、うんそれにしても寿司は本当に人気の和食。先日珍しく寿司屋のカウンターでマグロの握りを食べた夫は痛く感激して再度注文して大満足って、ね、おー長野さんも食べ放題を満喫したでしょうねっていうね、うん、もう食べ放題っていう響きだけで幸せになりますよね味のことは分かってるかっていうとね、まあ、ちょっと自信は全然ないですけど、ありがとうございますラジオネームキューちゃん、そうそう作詞日の日は3月9日なんだよね、うん、平山奈美さん応援してるんだけど誕生日3月9日だってこれはゆかりがありますね、繋がりますねまたちょっとつながっていくといいですね、はい、ありがとうございますヌリエリヌさん、ひろみさんの食レポを聞いていて、日田のアユウルカを思い出しました。うん、アユの内臓のみを使ったアユの塩辛です。あれもそう、なんか独特なね味ですね。ああ、はい、そうそうそう、はい、そういう感じ濃いです。でも発酵食品なんだね。そうですね。主人は酒の魚に美味しい。ね、私はダメでした。今度これの食レポもしてみたいですね。それも貴重ですよ。酒に合うものは貴重だ。そして濃い。濃いね。はい。先日親戚にリンゴを送ったらお礼のハガキが届いて部屋中にリンゴのいい香りがします。ああ、ね。ありがとうございます。よかったです。ね
そしてあの写真もね送ってくれてぬりえんにゅうさんありがとうございました。ありがとうございます、はい、入れる1375さん、ねはい、クイズの答えね、はい、光ね、職場にいた後輩にクイズを出したらこんな答えがなぜって、光高速が一番早いからって、ね、これ始発が答えでしょ、ね、今仕事もありメッセージテーマも聞かずメッセージしてます。先週ミュージック番組で西城秀樹の特集をそういえば今年亡くなったんだと思いながら懐かしみながら見ました。我が青春のアイドル、中学生時代の新御三家や中三トリオがテレビを賑やかしていました。中村さん、諏訪さん、業界の人として、まあ、業界の人、うん、ちょっと教えてください。昔はアイドル全盛期、このアイドルたちの歌は、ジャンルで言えば日本独自だと思いますが、確か歌謡曲で言っていたと思います。でも今、当時のアイドルみたいな方々っているんですが、またジャンルとして歌謡曲ってあるんでしょうか。ヒロミさん、端的にお願いします。歌謡曲あることはありますね。でも境目ってすごく微妙ですよね。 J-POP 歌謡曲、ね、そうなんですよ、うん、演歌とか微妙です、ね、グッバイプレイヤー諏訪さんのジャンルはどうなるの、なんでしょう ねまたちょっとあの再質問ください。私は諏訪ひろみでいいです、はい、あとねごめんね、ナスタージのおたまじゃくさんメッセージありがとうございました。いろいろありがとうございます。最後八王子のきょうさん、はい、船寿司は食べたことがない、でも匂いは嗅いだことがあって、あれがトラウマになってる気持ち関西圏の方でもそうなんだね。高価な食べ物だけで冒険できないな。あ、なるほど、高価なんだやっぱり ね、 そうですね。ありがとうひろみさん、だって昔と違って船がブラックバスにやられて少ないからね。うちの母は滋賀の人で大好物だった、うん、でも滋賀の人でも苦手な人が多いみたいよっていうね、うん、今日は諏訪さんの船寿司大感謝。諏訪さんありがとう。船寿司中村哲郎と諏訪ひろみでした。船寿司